あの岡田斗司夫の妄想をいいていたた。だきましたえ普通にねアニメはのあの受動者としてぼーっと見てるよこういうふうに考えたりいろいろ思ったりするともうちょっと面白くなるよというです、ね、妄想教室でもあるんですけどもこんばんは岡田斗司夫のですね「ガンダム完全講座」今回で20回目ですね第10話機動戦士ガンダム第10話の「ガルマチル」の今日は前半をお送りします えー、いきなり登場したですねガルマの彼女イセリナエッンバッハですね、えー。解説動画の中ではですねイセリナの屋敷はどこなのかエッシェンバッハ家の屋敷はどこなのかというです、ねえー、問題で僕は悩んでます。というのはあのー、どうもあのガンダムの公式設定ではですね、えー、ニューヨーク辺りになってるようなんですけどもいや全体の流れからすると多分 もしエッシェンバッハ家というのが旧家であってアメリカの中でそれなりのポジションというんだったらボストンあたりの方がボストンフィラデルフィアあたりの方がいいだろうしそうじゃなくてそのイセリナの性格というかあの立ち位置からしたあとエッシェンバッハ市長の、まあ、本人の性格からするとですね、えー、テキサスあたりがですねまあいいんじゃないかと思うんですけどまああのー、その辺をですねよく悩んでおります。それでは、どうぞ。 岡田斗司夫のガンダム講座。前回はですね、飛べガンダムをお送りしました。これはあのドラマ的な分岐点というふうに僕は言ったんですけども、えー、登場人物のですね、いろんな思惑とかですね、感情的な圧力が全部圧縮されて、解放されて、で、タイトルのトベガンダムというのになって、一気にこう、状況が変わるんですね。新しい登場人物、町田さんという人も現れて、で、人間関係がなんかずっとギスギスしてたのが、ようやく力を合わせる兆しになる。 こういういドラマ的な展開点でしたただしストーリー的にはそんなに大事な話ではないのでですねガンダムの劇場版にしてもダイジェストをやるにしてもですね、まあ、ほとんどあの飛ばされてしまってる回でもあったんですね。で、えー、今回取り上げる今回と、まあ、2回分ぐらいになると思うんですけども取り上げるですね「えー、ガルマチル」第10話ですね。第10話「ガルマチル」はですねストーリー的な展開点です。えー、前回のようなです、ね、ドラマ的に圧縮されているようなことはほとんどなく。 それよりはストーリーがどん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 進んでいくので、今回はですね、あのストーリーを順に、時間順に見ながらですね、細かく細かく中を観察するという方法でお話を進めていきたいと思います。一番最初ですね、えー、ホワイト、あの、地球のですね、ジオンに占領された土地、おそらく、あの、ね、テレビシリーズではね、これがどこかというのは出てこないんですね。だから、 あんんまり僕も言うの嫌いなんですけど例えばグランドキャニオンが出てくるとかミード湖があるって言ったらあこれはなんかあのカリフォルニア州なんだろうなカリフォルニア州とネバダ州の間ぐらいなんだろうなっていうのがわかるんですけどもホワイトベースの進路自体はですよ、ね、すごい不可思議なんですよ。っていうのはとですね地球に再突入して入ってくるのでこれアメリカ大陸がこういうふうに。 アメリカ大陸と南アメリカ大陸があったとすると、えー、普通ですね軌道を侵入してくる時っいうのは地球の自転を使うのでですね、えー、地球の自転方向ですねこれに逆らって入ってくることってまずないんですね突入角が深くなるしあと大気とのです、ねえー、速度差も大きくなるからなので当たり前ですけどロケットというのはほとんど東に向かって打ち上げます この方がマッハ1の時点速度を利用できるからですね。と同様にですね、宇宙船が地上に帰ってくるときも、大体この方向に再突入して帰ってくるはずなんですよ。で、僕はガンダムはですね、当然こういう風な話だと思ってるんですけども、ところがですね、一般に売られてる資料集とか見たらですね、違うんですね。ホワイトベースの進路っていうのは、 えー、ここら辺に、まあ、ハワイがあって、まあ、極端にしますねここら辺に日本があるとしたらですねこのあとですねアムロのお母さんに会いに行く会があって「再会母親」ですねこれは日本の小笠原諸島ぐらいが舞台だと言われてるんですねでその後、えー、マクベとの戦いでいわゆるアジア大陸でオデッサあのヨーロッパの端の方に行って ベルファウスとイギリスの方まで行ってホワイトベースは休憩するという回になるので実はホワイトベース自体はこのように進んでるんですねずーっとでああまあじゃあ再突入はこういうふうに地球に降りてきたとしてこっからこういうふうに行ってんのかなと考えりゃいいんですけどもそれにしちゃまず今回のガルマシスの回に出てくるイセリナ エッシェンバハ八家、ね、は設定によるとニューアーク市つまりニューヨーク市のことですかねでもまだややこしいことにねアメリカにはニューアークっていう街もあるんですよね <laughs> なのでどっちかわかんないですけどニューヨーク市の元市長だということになっているとでおまけにですねホワイトベースが今回隠れるのがですね屋内 野球場だって言うんですけども、どう見てもですね、テキサス州のヒューストンにあるアストロドームなんですね。つまりここら辺なんですよ。で、絵の中に出てるその野球場、ガンダムの中に出てくる野球場を見ても、割と特徴的にですね、アストロドームの上の方になんかちょっとこうなんてついてるんですけど、こういう特徴を捉えているので、で、おまけに、 イセイリナという人間の性格とかですね、もしくはお父さんのエッシェンバッハさんが言うことを聞かない息子を張り飛ばすと。これは南部の話なんですね、<laughs> どう考えても。なので、これ、いわゆるアメリカ大陸横断中の、いわゆる中南部のアメリカの話であって、だからこそ、いわゆるその身分差がまだあって、奴隷制度の名残りがあるような南部の、いわゆる南部美人として、 気が強いんだけども、夫に献身的な愛情を注ぐ、イセリナ・エッシェンバッハという娘と、娘に対してすごい強気の、いわゆるその強い親父、南部の、テキサス州の強い親父としての、エッシェンバッハ市長、元市長と、あとはその、ニューヨークに本部を置いているガルマがわざわざその、そのなんだろう、エッシェンバッハが支配している南部の町まで行って、パーティー開いてるという、そういう構図なのかなっていうふうに、 考えてもするんですけども、まあ、あの、ガンダムの作品はそこまで富野さんが考えて作ったかどうかわからないので矛盾をはらんでます。明らかに、イセリナ自体はアメリカの南部娘の特徴をやってるし、街自体も南部の描き方してると思いますし、 あと、アストロドームも出てくるんで、ここら辺テキテキサスぐらいの話なのに、でも設定本を読んだらニューヨークの話だって書いてるし、ニューヨークの話の割にはその次ぐらいから急に、えー、なんだろうな、あの、日本の方行っちゃうし、どうなってんだよって思うんですけど、まあ、こういう矛盾に僕は悩んでますという話だけを最初にしときますね。はい。 えー、というです、ね、前半ここまでですね普通にねアニメはあのあの、まあ、受動者として冒頭見てるよりこういうふうに考えたりいろいろ思ったりするともうちょっと面白くなるよというです、ね、妄想教室でもあるんですけども、えー、ホワイトベースのです、ねまあ、前半の方で丁あの後にお母さんに会いに行くときに小笠原というふうに行ったんですけども丁伯ホワイトベースが 着陸してる島が小笠原諸島でで,でアムロの故郷は鳥取でそこまでコアファイターのまあジェット機で行ってきたというような話だったと思います。